はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はドラゴンボールの新商品ご紹介していきたいと思います。ドラゴンボールインターチャージャーボリューム3。はい、というわけで4月の17日から発売になりますドラゴンボールのイタジャガ、これで今回はボリューム3ですね。こんな感じでね、コンソメ味のスナック菓子にカードが付いてるってやつですね。で、今回のカードは、全31種類メタリックプラカード、ラインナップはこんな感じですね。レアリティがまあいろいろあるんで、割愛させていただきたいんですけど、注目すべきはこの17番と31番か、シークレットレアってなってて、何がシークレットに当てられてるのかわからない仕様になってますね。こういう食玩でよく思うんだけど、この対象年齢15歳以上ってことは小学生とか開けちゃいけないってこと？というわけで今回もいつも通りワンボックス購入してまいりましたので、早速開封していきたいと思います。というわけで記念すべき1パック目開封していきましょう。今回はこのパッケージにある通り、力の大会だったりとか、あとはオレコロさんとかいるから、スーパーヒーローのラインナップになってるんだと思います。さあ最初のカードはガジラ。お、ブロリー、いいね、池ブロさんじゃないですか。初代ブロリーの伝説のスーパーサイズになる前ね。これめちゃくちゃかっこいいよね。で、裏面はこんな感じでストーリーだったりキャラクターの説明が書いてあるのかな。レア枠はノーマルですね、これで。今回もね、例のごとく、配列とかをねなんとなく確認したいので、順番に開封していきたいと思います。続いてこちらが右側2パック目ですね。続いてのシールは、シールじゃねえや、こちら。お、いいね、これはなんとかレアですね、多分コンセプトレアなのかわかんないけど、キャラクターズレアかな、だと思います。毎回ね、こんなコンセプトを、まあ特に初期なのかな、思ったカードがラインナップされてます。さあ続いて開けていきましょう。今度はあれだね、ブロリーの映画2作目か、ゴハンとブロリーが戦った時、三大カメハメハの時ですね。続いてのカードはガジラ。お、これはタッパッスンノーマルかな。はい、フリーザをボコボコにしてる破壊神と、あ、これレアなんだ。どこがレアなのかよくわかんないんだけど、一応レア度的にはレアです。31種類あってワンボックス20パックなんで、3分の2ぐらい揃えられるっていうイメージですね。さあ続いてこれ4パック目ですね、こちら。お、やった、ビースト来ました。これはスーパーレアだったっけな、今回ね。ビーストがシークレット枠なのかな。いいね、マカンコサッポ。お、裏面かっこよ。そうそう、スーパーレアとかになるとこんな感じで裏面もかなり活かしてる内容になっております。ワンチャンシークレットって、さっきのご飯がマカンコサッポ貯めてるところだったから、打ってるところとかあるんじゃなかろうかと思います。右側5パック目、続いてのカードはガジラ。お、え、かぶるの。右側6パック目でございます。これだけしか20パック中被ることがあるんだ。なんで皆さんね、ワンボックス買うことは気をつけてください。お、ジレンと身勝手の極意、日差しですね。これは何で、あ、これレアですね。結構さ、身勝手より日差しの方が好きっていう人いるんじゃなかろうか。そのうちの私も一人です。右側7パック目でございます。今のところ、最高レアリティはビーストのスーパーレアかな。さあ続いてのカードはこちら。お、ベジータさん。これいつのベジータさんでしょうか。裏面見ればわかるかな。あ、これはあれだね、初代ブロリーの時に戦った、ダメだ、勝てるわけがない、伝説のスーパーサイヤ人なんだぞって言ってた時のベジータさんですね。何。さあ8パック目、右側でございます。個人的にはね、このね、コンソメ味のね、イタジャが結構好きなんだよね。え、またかぶり。今回ちょっときつくないですか31種類あって20パック買って、もうすでに2枚かぶってるという悲劇を迎えていますが、右側9パック目はこちら。お、ヒットスン、いいですね、かっこいい。ヒットはね、個人的に好きなんだよね。あ、ただレア度はノーマルですね。こいつは俺に負けすよ、手出しは無用だ。まあ、ヒットね、またね、個人的には活躍してほしいキャラクターですね。さあ、ドラゴンボールスーパーが今から4年前に終わったんだっけな、5年前か4年前に終わったんですけど、そろそろね、なんか、
新しい展開が欲しいところです。さあ右側ラスト、こちら。お、まあ、FE？ まあ、イタジャが好きだからさ、もうワンボックス買ってもいいかもしれないですけど、やっぱね、全部開封してからね、消費するっていうのはなかなか体力的にも厳しいところがあるんですが、左が1パック目、こちら。あ、これは、あ、力の大会の時の、17号ですね。この17号もめちゃくちゃ、ってかめっちゃコンソメついてる。手にもすっげえついてるわ。これは、レア度はレアですね。この時の17号さんも人気なんじゃなかろうか。手にめちゃくちゃコンソメが今の17号でついたんですけれども、気を取り直して右側2パック目かな。はい、続いてのカードはこちら。あ、うぅ、さあ右側じゃない、左側ですね、ごめんなさい、左側3パック目ですね。さあ続いてのカードは、あ、出てこい、おい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 、お、これはキラベジですね。ファイナルアタックじゃない、ファイナルクラッシュ。あ、これあれだね、ファイナルエクスプロージョン打つ前、打った後か、このね、裸になってるのはどうだったっけな。まあヒットスン、破壊スン、破壊スン破壊神ヒットスンと戦った時にキラキラベジータになった時ね、違うか。左が4パック目かな、開けていきましょう。さあそろそろこのね、2作目のブロリーとかのキャラクターが出てきてもいいんじゃなかろうか。3分の2ぐらい揃えられるっていうイメージですね。さあ右側じゃない、左側5パック目。こんなにさ被ることってかつてなかったと思うんですけれども、このボックスがバグってるんでしょうか。おー、来た、言ってるとパッケージのこれが一応なんだ、これスーパーレアか、これいいね、かっこいい、まあ、今回ってことはさっきのねビースト回すってスーパーレア、これで3枚目。親子カメアメハとかラインナップに入ってるのか、まあ、確認すれば分かんないけど、その辺も来てくれると嬉しいんじゃなかろうか。お、これは身勝手ですね。これもなんかスーパーレアとかなのかな。仲間を傷つけるやつは許さねっぞー、レアです。さすがに高レアリティのカード2枚は続かないみたいですね。まあイタジャガのさ、いいところは全部ね、書き下ろしイラスト、つまり新規イラストっていうのがいいよね。さあ左側、これが7パック目です。うん、こちら。お、ゼンちゃん。ゼンちゃんはいいんじゃなかろうか。ノーマルですね、ゼンちゃん。悟空の友達。ゼンちゃんもさ、結構好きな人と嫌いな人分かれてそうですよね。特にあのドラゴンボールスーパーの未来編のね、終わり方にかなりの賛否両論が生まれるようなエンディングだったんで、うん、そんなことはどうでもいい。おっと、ピッコロさん、なんかすげえ緑だったから一瞬ブロッコリーかと思った。はい、これもドラゴン、あれだね、熱戦劣戦超激戦の時のピッコロさん、化け物めって言った時ですね。ラスト2パックでございます。さあ結局シークレットも来ない感じかな。続いてのカードはガジラ。お、ケフラ、いいところがラインナップされておる。個人的にはカリフラとかケイリよりもケフラの方が好きですね。レア度はレアでございます。スーパーサイヤン2なのに身勝手の極意、兆しと、まあ、ほぼ互角に戦えるぐらいのポテンシャルを持ってます。では最後開封していきましょう。スーパーレアしか出なかったな今回。そして被りがね、とんでもなく5枚ぐらい被ったんじゃないかな。なので皆さんもね、ワンボックス買う際は自己責任でお願いします、お願いします、お願いします。お、え、なにこれ。あ、これもなんとかレアかな。お、シーク来た。マジか、かっこよ。ドラゴンボールスーパーの最後のところですね、ジレンと戦った、ジレンフルパワーと戦ってる時の悟空とフリーザ、あの時ね、まさかね、悟空とフリーザが共闘する日が来るのかって、うちの多分親父とかもびっくりしたんじゃないかな。はい、というわけで、これがね、左側の10パック目からかな、こんな感じ、左側ね。いや今回ほんと被りが多かった。でこれが右側10パック目から、もうすごいよね、片側だけで。ほらビーストとかが2枚、まあいいんだけどさ、1枚開けようかな、こういうのって開けたことがないので、開けるようで2枚被るっていうのもいいかもしれないですね。はい、というわけで本日はこちらイタジャガボリューム3をワンボックス開封してまいりました。
まあね、最終的にシークレットとか当たったんでビーストもね2枚出ても困らないんであれですけども、できればねこのセルマックスとかいるんじゃなかろうかと思うんですけれども、スーパースペシャルレアが出たり、あとはシークレットが出たりって感じなのかな。シークレットもう1枠あるんで皆さんもね、当てたり知ってるよっていう方がいたらコメント欄で教えていただけると幸いです。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。